けて、少なくとも僕がプロレスを見始めたら、大阪の昨夜の方が高校生に来たら、思ってた気持ちは、そういうチャンピオンの副社長の田さんにも、まあ、変わらなくて、僕の今のは、この辺りに感じるものが証明しているわけなんですけど、秋田さんは、普段、どれだけお礼を言ったり、秋田さんがすごいということを伝えても、聞いてくれないから、今のタイトルマッチ終わって、もし勝てたら、言いたいと思っていたこと。秋田さん、僕は驚きの時も、副社長になる前も、今も、本当に秋田さんにたくさん救われています。本当にいつもありがとうございます。Thank you.